Welcome back, J-Wave Hello World。 今夜は欅坂スタジオからですねお届けしておりますイルミネーション2014フォーカスということで、ゲストは夜景評論家の丸々元さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いいたします。いやもう私容量が少ないのに、はい、おかしくなってますよ。あ、もうあの撮影できませんって出ちゃいました。いや何をしたかって言いますと、はい、あのもう11時でこのイルミネーション消えるって聞いてたんで、はい、その消えちゃうちょっと儚い瞬間動画で撮ってアップしようと思ったんですけど、うん、残念ながらもう容量が、はい、足りなくてもう録画ができません状態にね。こちらが消灯しちゃいました。こちらが先に僕の iPhone が消灯しちゃいましたね。これちょっとロスタイムに入っておりますけど、はい、今11時4分で、うん、そうですね。これサービスなんですね。サービスというか多分このプログラムが終わった時に青白に変わらずに終了っていう、ね、5分のはずなんで。そうですね、このまま喋ってると30秒後に消えると、うん、この瞬間早く撮ってみんな今狙ってる人たちあと何分で消えるとか全然分かってないと思うんですけど、分かってないですね、ちょっとこれを見届けないと僕次の話に展開いけないんで、うん、もうあと20秒待っていただきますか元さんの言ってるこう回路図的な話が正しいのかそうです、ね、これでもやっぱオートですよね、うん、絶対あの絶対ねタイマーで設定してるんですけど、まさかこう森ビルの管理の人があ閉まったっつってポチっていうわけじゃないですね、うん、いやそんなアナログ的なことは言わないですね。5秒前、はい、4、3、2、1、変わらないんだよ、はい、き、あ本当だ、あ消えましたね。いやルイ・ヴィトンが消えただけですね。あそうか、ああ消えてる消えてる、でも消えててますよね。あ 今道路の真ん中で撮ってる、あかわいそう消えちゃった。そうですね、しかもじわじわ消えました、ね、でこれで二度ともうつかない。そうですね、ちょっとあの後のカップルの反応見たいですね。あんたが遅いから、全然綺麗に映ってないじゃんバカみたいな、あらーみたいな、許してあげてくださいね。大体人間の心理としてはしばらく待つんですよ、ね、あもう一回つくんじゃないかと、もう一回つくんじゃないかな。だからあの立ち去らないですよね。あその手前にいる人も今彼が画面確認させてるんですけど、はいはい、多分光が足りない、うん、そうですね、多分あの、うん、ラインカメラとかでちょっとあの光増しの後でなんかちょっと調整して頑張って頑張って、そこから乗り切っていやいや2人もうつかないですから、つかない、いやいや2人の愛の方が光り輝いてるから大丈夫とか。なるほど、光が乗り移ったわけですね。ちょっとなんか立ち尽くしてる感じありますね、うん、うわ多分ね、あの時計見て気づくと思いますよ。あ11時で終わりだもう終わりなんだと、ええ、また今度じゃあ昼に来ようねとか、はい、そういうトークでそうですね、うまくまとまってるといいんですが、はい、ええ、待っちゃうんですよね。もう一回信号渡ろうとしてますね。そうなんですね、もうこの実況の方が今日楽しいんじゃないかなと思いましたけど、はい、先ほどはカップルにおすすめのイルミネーションをですね、お伺いしたんですけど、今度はやっぱりファミリーでお出かけのおすすめのイルミネーションスポットをお願いします。そうですね、こちらでございます。足利フラワーパーク光の花の庭。あの江ノ島の湘南の宝石、はい、でもう一つがこの足利フラワーパークなんですね、はい、で、まあ、今年は2月の、まあ、5日まで開催ということで、まあ、この間私一昨日も行ったんですけど、まあ、すごい人でしたね。もうたくさんたくさん、でここはですね毎年もさまざまな演奏してるんですけれども、まあ、一番ですね特筆すべきは、実はね世界初の有機 EL 照明という、うわ有機 EL っていうと、うん、これ、ね、簡単に言うと紙のようななんかこうペラ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 ですよね、今のだからテレビも有機 EL のやつはちょっと高かったですよね、はい、そうですよね、はい、でそれを要はイルミネーション業界に初めて、まあ、要は登場したっていうのがまさに今年なんですね。はでペラペラの顔紙だけをただ貼り付けたって、まあ、別に面白くなんともないんじゃないですか、はいはい、っていうのもあって真ん中にですねモーターを入れてそれを鳥の胴体にして、で左右にそのペラペラの紙を羽みたいに、そう羽にして、だからこの商品名は羽ばたきっていう商品なんですけど、なるほどなるほど、でこれをですね足利フラワーパークの、まあ、ここの名物で藤棚のイルミネーションなんですけどね、藤棚の上にですね、約80羽ぐらいこの羽ばたきっていうのを吊るして、でそれで LED とこの雪イエルの共演した光のショーをやってます。すごい結構いいですよ。すごい超見たいです、うん、今それ僕、うん、で有機 EL って LED と違って割とこうなんだろう柔らかくて和的なやっぱり色合いで、で見る角度によって例えば羽でもねこあの右から見ると青く見えるけど、うん、左から見ると赤く見えるとか、はい、そういうふうにね見える角度によって
色彩変わるんですよね。でそれがこう羽ばたくもんですから非常に幻想的で、まあ、実はこれがあの九州のスペースワールドっていうのがあるんですけど、うん、こちらの方でも今年初めて取り入れられていて、うん、そうなんですか。そうなんです。だから来年はですねもうこれどんどん広がるんじゃないかな。スペースワールド、うん、昔ダンスをしに行ってましたね。ね、久々に行きたいです、ね。私すごい。私プロデュースしてるんですか今年。本当ですか。そうなんです。スペースワールドやってるんです。素晴らしい。やっぱスペースっていうぐらいですか、はい、キラキラしていただかないと、はい、ね。どうなんでしょう。なんかその最新技術を使ったイルミネーションと他にもあるんですか、うん、はい。そうですね。あともう一つはですね、今年 の長崎のハウステンボスというところで、はい、まあ、あの世界で初めてにですね、まあ、これ実は鹿児島の会社が開発した、水中照明なんですね。水の中、水の中で今まで水の中っていうとあのお魚さんたちを集める集魚灯だったりとか、うん、 あ、 ね、あとは噴水とかによくあるような、うん、はい、あのいわゆるカラーリングの照明だったんですけど、うん、この水中照明って LED なんですが、ええ、まあ、何十万色も要は色再現が可能で、あのかつプログラムがあのいわゆる組める、だからまあ水中の中にそのハートマークを作ったりとか、そういうことが要はできてしまう、まあ、世界初の水中照明が、ハウステンボスの前の光のいわゆる運河ですね、はい、で船が通ると、うん、まあ、左右から光と噴水が立ち上がる、出てくると、まあ、素晴らしいですね。うわ、まあ、栃木に行こうか、今ハウステンボス行くか、これ全然ここ違います、今日違いますけどね。両方みたいですよね。、はい、まあ、そんな素敵なイルミネーションに、まあ、合う一曲、うん、エミマイヤーの問題いきましょう。 Here's a winter song。 雪色、まだ来年はかなり旬になるそうですかね。どっちの方が、あ、そうか、でも一応、自然発酵素材を使ってるから、うん、価格的には安くなるね。まだね、まだまだ雪色はまだたくさん出てないので、ね、まあ、ロットが低いんで、うん、まだ価格は高いですね。LEDのやつ本来であればってことですよね。だからこれから来年ぐらいは安くなってくるんじゃないかなんけど、うん、まあ、でもね、しかもね、玉みたいに切れることないんですよね、あれね。LED とまあほぼ同じぐらいの寿命なんで、あ、でも寿命はある、うん、寿命はあります。 LED だってまあ寿命がありますからね。もちろん UTL って意外と自然界にあるものに電気を通した発酵だから、うん、あれないのかなと思います、うん、あ、でもやっぱりあの電気を通すということ自体が、あ、そうですね、うん、消耗、そうで消耗にはつながりますし、そこにこうケーブルもつけますから、そういった、ね、そういう意味では全体いろいろ消耗はもちろんするんですね。うわあ、だでも見てみたいですね。あの結構いいですよ、あの真っ暗な中に、うん、スペースワールドの方なんかだと、まあ、いや真っ暗なドームの中に羽ばたきがこうついてるんですけど、うん、どちら宇宙がテーマですね。そうですね。だからこう流れ星のイルミネーションがあったりっていう中で宇宙ドルみたいな感じで、うわーっていう感じがして、スペースワールドも俺18の時だからもう25年行ってないですね。そうですか、今年は結構いいですよ。まだやっぱスペースシャトルがなんかドーンと、あ、まだあります。あそこにあって、去年まではそこのスペースシャトルのいわゆるこうなんて横に向けてこう、あ、いわゆるなんか壁面に向けてプロジェクションマッピングをやってた、やってたんですね、いわゆるもう旬でさんね、うん、時代のね、うん、そのね、そう、でそこは結構お金かかるんで、はい、今年はそれをやめようと、やめようと、で他にもっとアイデアを駆使してやろうということで、今年はねワールドイルミネーションっていう、で世界のイルミネーションをいろいろ持ってこようと。いいですね、日本エリア、アメリカエリア、フィリピンエリア、マレーシアエリア、ベルギーエリア、いろいろあるんです、はい、でそれぞれベルギーだったらこんなイルミネーションとかっていうものをベルギーをのテーマに持ってきてるんですね。なるほど、うん、まあ、地球一巡りっていう感じですね。ですね、うん、いいですね。そっちの方がなんかいいですね、うん、プロジェクションマッピング楽しいんですけど、ちょっとこう、うん、お腹いっぱいになっちゃう感じがあるんですか、ね、あのね、大体ね、あ、見てて、あ、これビル崩れんなみたいな、まあ、大体わかる。わかるでしょ。わかるでしょ。なんとなくね。うん。エミマイヤー、A Winter Song をお届けいたしました。J-Wave Hello World。今夜は、イルミネーション2014。ゲストは、夜景評論家の〇〇元尾さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。なんかね、ただ綺麗とか楽しいだけじゃなくて、うん、今日はいろんな話やって聞いてていろいろ勉強になりますね。あ、そうですか。うん、もうちょっとこう、掘り下げて、こう、イルミネーションの皆さんに理解していただこうというわけでございまして。はい、もう、欅坂はもう完全に消えて、諦めきれない人たちがまだちょいちょいいろいろそうですね感じでありますけど、今日はもう終わりでございます。また明日。はい、さあ、ここからはですね、他とはちょっと一味違う個性的なイルミネーションスポットをご紹介したいと思います、うんうん、このスポットです。ユニークなイルミネーションスポット行ってみましょう。渡良瀬渓谷鉄道駅のイルミネーション。はい、こちらは、まあ、通称ですね、和鉄と言われてるやつですね。はい、まあ、群馬県の渡良瀬渓谷を走る、まあ、あのいわゆる鉄道なんですけどね、
まあ、16のですね、まあ、駅があってですね、はい、でホームとかその列車ですよね、うん、そういったところに、まあ、要はその明かりをつけているというもので、はい、まあなんていうんですかね、一言で言うと牧歌的イルミネーションですか ね、 あね、まあ、どこかその日本のね、はい、昭和のなんか懐かしいあの頃の、うん、なんかこう電球によるイルミネーションあったよねっていう、ね、なんかそういう感じで、これから雪がこう降っていくと、あ、まあ、雪とその反射によってね、ええ、またその夜なぜか寒いのにあったかみが増すっていうですね、やっぱりそういうちょっとこうマニアックなんだけれどもあったかい気持ちになりたい人はね、こう昭和の古風景に出会いに行ってはいかがかなみたいな感じですね、うん、こういうキラキラなイルミネーションもいいんですけどね、うん、いわゆるあのちょっとこう豆電球的なね、そうなんです、何なんでしょう、あの良さもありますよね、だ結局ね、あれなんですね、光のその数量とか、うん、じゃあ、まあ、ただ何百万球とかよくあるじゃないですか、はい、でやっぱりそれよりも、うん、なんかね一個一個愛情を持ってつけてるよねっていうのが、うん、こう伝わってくるものっていうのは、うん、こちら側もやっぱり気持ちがねホクホクしてきますね、そうですよね、うん、素敵です、はい、はい、そう、なんか他にもまだ その個性豊かなイルミネーション、そうですね、もう一つぐらいちょっとあってほしい、まあ、簡単にちょっと2つだけ言うと、あの東京ドイツ村っていうのは、はい、さっきの三大イルミネーションなんですけど、これはあのグラウンドがあってですね、でそのグラウンドのいわゆるイルミネーションがですね、はい、こう歩いてるとこう立体的に見えるっていうですね、まあ、ちょっと 3D 的な見え方をするイルミネーションなんですね、はいはい、うん、であとは群馬フラワーパークっていうのが足利じゃなくってあるんですけど、はい、その群馬フラワーパークだとですね、このパークタワーっていう凱旋門みたいな建物があって、あるんですね、でそこにですね、あの2メーターぐらいのこう妖精、光る妖精がいて、うん、で曲とともにですね、うん、妖精が釣り上がってくるっていう、はあ、また仕掛けがちょっとこう、うん、あるんですね、だからなんかね、あの冬ってどうしてもなんかこう下を見ちゃうじゃないですか、寒くて、わかりますよ、背筋が曲がる、でそれをですね、やっぱりこう上を見させるっていう、なるべくね、それによってこうね、なんとなく気分が解放されて、で気分も高揚していって、なんかね、そういうその目線を上げる効果もあるんですけど、縦移動のイルミネーションって意外ない。そうか、横 横はあるんですよ、キラキラって具合入れとかもこう向こう側に行ったり手前に行ったり横移動はあるんですけ ど縦移動はない、昇降するっていうのね、昇降する、わざわざその、ね、1時間に何回も昇降してますから大変ですよね、それね、それさらにシャボン玉とかレーザーとか入ってます、ね、いろいろすごいなそれいやでもあれなんですね、うん、どうしてもなんかこういうのってやっぱ東京に集中するのかなと思いきや、うん、意外とその地方それぞれ特色を生かしたものいろいろあるんですね、大体ね、あの地方は有料でやってるんですよ、なるほど、だからで基本的にあのお金かけれるんです、そうか、ちゃんとそのね、費用も入場料収入でやるので、うん、どんどん攻めれるんですね、なるほどなるほど、でところが、まあ、都内とかっていうのは基本的に無料が多いので、反則なんですよね、なんか見れるの当たり前っていう感じもこっちもしちゃってますからね、なので、まあ、集客なんだけれども、ちょっとお金のかけ方がまたちょっと地方と違うのがなるほど、なるほど、ね、そういうちょっと魅力がありますね、うん、はい、他にもですね、皆さんから、リリホさん、イルミネーションちょっと違うかもしれませんけど、品川プリンスホテル毎日こんな感じで、アレンジしてますっていう、スタッフ添付の写真がこっち来てないけどいいのかなこれね、これなんか品川をご覧になってますか、はい、品川はですね、ちゃんと見たことはないんですけど、まあ、でも品川プリンスってあの辺りってもともと坂もあったりとかしてですね、うん、周辺の街路なんかももともとやっぱり綺麗な感じになってますし、ね、あとまあ、はい、そのホテルの壁面とか使ったりとかいろんなそういうことやってるので、品川プリンスしかもなんかこうなんか新館本館、あ、そうですね、なんかアネックスホニャララみたいな、あ、そうです、ね、こういっぱいあって、だからこういろいろこう活かせる場所がありそうですよね、そうですね、まあ、その辺一巡りってあるかもしれない、なるほど、はい、僕の一言でスタッフわちゃわちゃしてますけども、忘れてください、大丈夫です、はい、はい、品川プリンスの、うん、さらにですね、西武鉄道、うん、銀河鉄道39のラッピング電車が走ってます、ね、おー、そうですね、ね、これはまあ光り輝いてるっていうよりもちょっと39チックになってると、まあ、ラッピングですからね、光り物とはちょっと違うなんでしょうかね、はい、はい、その他にもですね、さっき僕はあのこう三角錐型 の、 あのイルミネーション、これどこのって聞いたらですね、はい、これ六本木ヒルズ森タワーの足元にあるんですが、あ、ずいそこじゃないですか、突っ込みちゃうこれね、ただね写真がちょっと横になってたんで分かんなかったんですけどね、なるほどなるほど、はい、あ、これあれですね、品川の、ああ、品川プリンス、これ、なんかあの、いわゆる赤坂プリンスもやってましたね、このビルの窓をツリーの型にかたどってっていうね、あの窓のね、こう3のところを、要は光をつけて、つけて、で、南郷室みたいな感じで、やってて形作ってたわけです、ね、うん、そうですよね、はい、赤プリでスタートして、やっぱりここもプリンスの、でも最近では、あのね、お台場の、あの、フジテレビも、これが動くバージョンを、あ、まあ、あそこは全部プログラムしてますからね。してますからね。これまた。すごいですけど ね。なんかちょっとアナログ的ですよね。そう。これはこれでまた。でもいいと思います。すね、昭和的な感じで。多分赤プリの時代はお客様に、うん、あのご協力くださいみたいな形
で確かね、うん、やってたと思うんですけど、はいね、こうやってなんか人をみんなで一緒に作るイルミネーションもね、楽しいですよね。はい、はい、さあということで、まるまるさんとは残念ながらここでお別れなんですけど、はい、うん、お知らせありましたらお願いいたします。そうですね、私今年イルミネーションのですね、まあ、プロデュースを各地でやってるんですけれども、それこそスペースワールドという北九州のところ、はい、ワールドイルミネーション、世界6カ国のイルミネーションが勢ぞろいと、それから、長崎の、ね、重要文化財のグラバー園、はい、まあ、そこのイルミネーションも実は私プロデュースしているので、まあ、そういったところ、あとは小倉駅とかですね、富士港とかですね、はい、まあ、新潟、はい、ニュークトピアとかですね、さまざまイルミネーションやっているので、ぜひ見に来ていただきたいなということと、あと実はこのイルミネーションのこの世界、まあ、伸びゆく世界に乗じてですね、はい、まあ、イルミネーション検定という検定まですごい、それはな何を勉強すればいいんですか、検定では。あの検定だとかイルミネーションの、まあ、いわゆる日本のいろんな実情とともに、はい、あとは照明の知識であったりとか、はい、なるほど、まあ、そういうものを学んでいただいて、まあ、冒頭で言いましたけどイルミネーション業界ですね、なかなか今人材不足なんで、なるほど、あのぜひね、あ、私もこんなイルミネーションを作ってみたいなと思う人はここでやっぱり基礎をぜひ学んでいただければと。育てていこう、そうです、育てていきたいですね、効率的なイルミネーションになるために、はい、そうです、今ちょうどね受験者募集中でございますので、はい、それどこでチェックすればいいんですか。あ、これはもうホームページで、じゃあ丸丸元夫さんで検索すれば、検索していただければイルミネーション検定が出てきます。はい、わ、はい、かりました。じゃ最後にイルミネーションの魅力、元夫さんにとって何ですか。そうですね、やっぱりこうイルミネーションというものはですね、なんか私たちにこうなんていうのかな、芸術性というか美的価値みたいなものをなんか向上させてくれるやっぱり魅力があるのかなと思うんですよね、うん、で闇の中に浮かぶこう光のデザインされた世界っていうのは、はい、なんとなくやっぱりこうさっきの遠近感のあるね、うん、歩道橋から見るものもそうですけれども、ね、うん、なんだろうな、美しいものをなんかこう感じる心みたいなものを、うん、なんかこう夜にちゃんとこういわゆる養わせてくれるっていうんですか ね、うん、ね、まあ、そういう魅力も私はまあそうやって ね美しいものを追い求めて、やっぱ心の潤いもね大事ですからね。そうですね、はい、というわけでございまして、うん、イルミネーション2014今夜お届けいたしました。まるまるさんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。